口喧嘩をするといつも負ける言葉がうまく出てこないからひどい言葉を投げようとすると喉がぎゅっと閉まるから人を傷つけるための言葉をそんなによく知らないけどそのために負けるのならばそれでもいいやって思っちゃうね優しい人になりたいと思ったこの世界は意外と私のところに来ればほらもう